にちは。賢者からの3つの教え解説の時間です。本日は70ページ第2章、賢者との出会いから解説していきます。1、見切り発車でビジネスは始まった。私は前職での監査法人時代、株式公開に関わるコンサルティングを行っていました。コンサルティングといっても、資本政策の立案や内部統制組織の作り方、上場に関する申請書類の作成など、バックオフィス業務が中心でした。当時の景気はバブル崩壊後ということでどん底、株式公開を目指す多くの企業が途中で挫折し、1割程度の企業しか公開にこぎつけることはできません。ネックになったのは、飛躍の原動力となるはずの売上高と利益の成長の鈍化でした。クライアントが売上利益が上場基準に達しなくても、監査法人の責任が問われることはありませんが、私の中には釈然としない思いがありました。クライアントの従業員や社長にもっと喜んでもらいたい。経理、財務だの、管理を見るだけではなく、なんとかクライアントの成長を応援してあげたいという気持ちが強くなりました。今のやり方ではダメだ。顧客の収益改善を支援することこそ真の顧客ニーズだ。顧客の売上を伸ばすためには、まず顧客の営業部門を改革し、営業生産性を変え、売上をアップするコンサルティングをしていこうと考えました。特に技術系企業は営業が弱いという特徴があったからです。自ら作ったコンサルティングメソッドを顧客に提供しました。では、ここからはの回答、解説お願いします。はい、こんにちは、くのです。監査法人時代、私は株式公開のコンサル部門にいまして、コンサルといってもですね、監査法人の場合は申請書類を作るのがメインの仕事になるんですね。経理のシステムを作って、早い決算ができるようになる、これ管理業務の支援であって、決して売上利益を上げるためのものじゃないんですね。でもボトルネックになるものっていうのは、みんな計画通りに売上利益が伸びないっていうのがボトルネックになって、お客様でもですね、大体1割ぐらいしか上場にこぎつけられない。残りの9割はですね、もう延期延期ってなってですね、最後にはもう上場なんてやめたってなってしまう。そうすると大半のお客さんのマジョリティがうまくいかないんですね。で、我々は管理業務だけやってて、経営はお客様の経営者の仕事ってなってたので、本当に経営がうまくいかないところがですね、マジョリティになってるから、ここをなんとかしてあげたいなと。なんとか我々がちゃんとしたコンサルティングをしてですね、売上利益を伸ばしてってあげるサービスをやったらいいんじゃないかと思ったんですね。で、営業生産性をまず上げるような、ツールを私考えまして、これはアクティビティベーストコスティングって言って、活動基準原価計算って言うんですけど、この発想をですね、製造業だけじゃなくて、販売、営業マンの原価計算を行ってみよう。で、彼らの活動で、本当にこう、効果のある活動をしてるかどうなのかを、測定していき、あるべきところに、営業マンが行ってるかどうなのかっていうね、製造原価の原価計算だけじゃなくて、営業コストの原価計算もしてみようっていうようなコンセプトの、コンサルティングツール作ってですね、よし、これを早速売ってみようと思ったんです。でもどうやって売っていいのかね、今のお客様に対してっていうのもやるとね、上司に怒られちゃうんで、新しくお客さん見つけようと思ってですね、まず DM 出した。そうと反応ゼロ。そうですよね。ゼロですよね。で、次に私やったのがですね、自分が行ってるお客様のところの、メインバンクの、ところの支店長あたりにどっか紹介してもらえないかなと思っていろいろ回った。アポを簡単に取れるんですね、支店長も。ここの監査法人のこれでちょっと今お客さん、ここのお客様のところ担当してますかっていうと、簡単にアポ取れるんですけど、いざ紹介っていうとね、紹介できるとかないなとか言われて、これもボツ。で、次にあったのがですね、私考えて、当時営業を自分やったことなかったので、営業の本10冊ぐらい買ってですね、どうやって営業やろうかと。で、次にやったのが営業マン使う。
銀行に来ている、まあ、融資担当とかね、あの銀行のですね営業マン捕まえてですね、私も一緒にあの営業回り行くと。でまだ自分のねそこの銀行が入ってないところで営業中のところに私も一緒に行くからって言ってついてる。だけどまあ向こうをね融資したいでしょ。で訪問してる先っていうのはまあそんなのいらないっていうところの流れで、まあうちのこの営業コンサルの話もね、まあ、なかなかちょっとあの合ってる人間っていうのが財務部長とか経理部長だったので話合わないわけ。これもダメだ。で最後にやったのがですね、もうこうなったら会議室でですね、電話しちゃう直接。未上場会社の指揮法っていうのを当時あってですね、ここ電話してみよう。90分電話して、4本アポ取れて、1本受注しちゃった。月30万円。いや、なんだ簡単じゃん。ここが成功体。ここからね、私の快進撃がね、始まるかなってところで、また次のトラップにはまったのです。はい